はようございます。おはようございます。おはようございます。今日はですね、ゲストがいます。皆さん知ってますか？知ってますか？知ってますか？あのショータイムゴルフの尾崎翔太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんて呼びしたらいいんですか？翔太さん。翔太でお願いします。翔太さん、はい、はい、そしておなじみの海斗くんです。お願いします。今日は QT 1時撮ったじゃないですか、はい、無手ってことで、その2時の会場がこの佐野ヒルクレストコースで、ここで日本の YouTuber ゴルフ界アマチュア最強と僕が勝手に思っている翔太選手と一緒にラウンドすることで。アマチュアじゃないです。あ、もうアマチュアじゃないですか？はい、プロ宣言しました。あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあとにかく強いとにかくめっちゃ強い翔太さんとラウンドすることで、はい、いろんな気持ちをここに落としていって、そうですね、そう、2時の QT に臨んでほしいなと思っております。で、今日は18ホールストロークでやっていって、雰囲気バッチリながらもなんかいろいろ教えてやってもらえればなと。あ、はい、いろいろ教えてあげます。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。解説に皆さんご存知の野村武雄さん、このコースの主が来てくれて、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、今日の解説者の野村武雄さんです。よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。若い二人が頑張るっていうのを楽しみに、はい、そうですね、僕なんかの飛距離とは多分全然違うんで、はい、ちょっと多分ビビるとは思いますけど、はい、解説ができるのかどうか、そんな飛ぶ人の。野村さん、アマチュアゴルファー代表としていろんな仕事されてるじゃないですか、はい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 、なんかその目線で言ってくれると、はい、ぜひぜひ助かります。コースのことはよく知ってるんで、はい、任せてください。お願いします、はい。QT 情報もいただけてる。そう、QT もっと早くすればいい。僕らのクラちゃんの方が全然早いです。で、転圧もかけないでくれって言われてるらしいんで、柔らかくて遅いと思います。でも今日はもっと遅い。もう夏のあの台風とこの暑さでもうグリーンが結構やられてるんで。QT って6800とか？いやいや、もっと7000超えますよね。じゃあ目いっぱい後ろから。多分あの18番も僕らが使う一番フルバックよりも1個上作ってるんで、今もう作ったんで QT 用に、だそこ使うと思います。へえ、はい、パー3も一番長いとこだと235ぐらいのとこ、230いくつのとこ使うと思うし。ドライバーは M3 対決。460ですか？460ですね。あ、ちっちゃい方。ちっちゃい方。あ、ちっちゃい方。どこ打てばいいか分かんない。ちょっとするなこれ。300飛ぶんだったらもう左の木のスレスレぐらい行かないと、バンカーの右の端とか行って抜けちゃうと下落ちちゃうから。右 OB はないんですか？ OB はない、隣のホールだから。あのヒルクは外側しか外周しか OB ないんで。わかりました。4番ぐらいまで OB 出てこない。だ OB ない。ただ突然出てくるからね、左が完全に456。お願いします。お願いします。ありゃちゃんと打つな。これ大丈夫ですか？いや、多分右ちょっと跳ねていいとこ来るか、ちょい左ラフぐらいじゃない。ただ落下点が想像できないからちょっと分かんないな。グリーンまでは行かないです、はい、戻した。おー、ナイス、うん、よいしょ。あそこからダウンスロープになってるから結構いい、うん、おー。去年までは一応アマチュアとして、三井住友太平洋ビザマスターズに出場してるんです。で、これはクラちゃんとして出場したんで、実力者としてちゃんともぎ取れた。はい、実力でね、実力ですね、もぎ取った、はい、あと去年の日本オープンってあれって、はい、予選突破していったってことですか？そうです。第一次予選、最終予選突破してちゃんと行ってきました。すごいですね。厳しかったです、はい、厳しいですよね。、はい、相当です。あとショータイムゴルフ、はい、でショータイムゴルフでやってる有名な企画は、短いコースだったら、50台いけんじゃないのかっていうのをやってみたりとか、はい、右手だけで、ハーフ50切れるのかってやってみたりとか、パターだけでラウンドする人がいたりとか、はいはい、ただあの変な人変な人がいたりとか、ね、最近のやつでゴルフパートなんかどっかで1万円分クラブ買って、あれ結構面白いですね。あれはそうですね、うん、ヒットしました、ね、はい、っていう企画をやっていて、基本的にはそのみんながこう、こういうことを上手い人やったらどうなのみたいなことをやってみせるっていうのをやってます、はい、共通の知り合いもいるように思うんですけど、たくさんいますね。それこそショータイムゴルフで出る伊藤くん、うん、菅くん、うん、竹内くんは
しのさんもですよね。しのくんも出ていただきましたね。うん、僕明日しのくんとラウンドです。友人関係狭いんですか。狭いですね。どうですか。二人とも同じ場所に翔太さんがラフ。101ヤードです。58度で。はい。お、今日なんか調子いいな。ここだ。うん、そんです。アメリカに行こうって高校から行こうと思ったのはなんでなんですか。やっぱゴルフ上手くなりたいのと、はい、英語喋れるようになりたいなと思って。でも高1から行ったんですよ、ね。高2ですね。はい。みんな周り大学受験するための、まあ、高校通ってたんですけど、はい、やっぱちょっとそれじゃ面白くないなと思ってアメリカ行ってみようかなと思って。最初はきつかったですけど、何言ってるか分かんないので。まあ、でもだんだん慣れてきて、まあ、楽しく過ごします。1年くらいで大体なんて。そうですね、1年くらいでなんとかなりますね。まあ、ゴルフがあったから共通の話題があって、ね、なんとかってなりますよね、はい、みんなゴルフするんで、うん、結構ピンイチしんどいとこですけど全く関係ないですね、うまいから58度とかですか、56と58度、ね、僕らだとよくても8番とか、かな、当たって9番とか、うん、まあ、このピンチだったら7番8番になっちゃうかな、うん、僕らだと届かないわ。ナイスパこのグリーンね、ここ傾斜が強いからこっちだからだと曲がるんだけど、下の方とかであんまり傾斜が強くないところの真横とかでちょっと左曲がるかな、例えばこっちから吹くかなと思っても思ったより曲がらないんで、ここ目が一応ね、向こうにあるってキャディーさん言うんですよ。あっちに町があるんですけど、町の方にあの山から向かって目があるんで、横が意外とここはちょっと傾斜強いから曲がるけど意外と曲がらないです。結構 YouTube 見るの好きですよね。 YouTube 結構見ます。あのアメリカにいる時からも見てましたよ、ね、あのこの動画撮る前にいろいろ調べて結構 YouTube 好きなんだなと思って、はいはい、東海オンエアとか、はい、チャンネルガードマンとか、ガードマンも、はい、ガードマンしてんの知ってます。毎晩見てますね僕割と都市伝説系が好きで、タックー TV って知ってます。何それ、タックン、タックー TV っていうニュース系のこととか、あとは直木マンションって分かります、分かんないそれは都市伝説系マニアじゃん結構見てるいるかな、そろそろいいですね。ここはどこ打っていけばいいですか。真ん中でいいですよ。真ん中で片方向に、うん、ここ長いんです。反対よりちょっと左でもこれ長いですね。この人たちにとっては長くないと思う、うん。この女の人のところ TR の名前、あれこっちか、問題ないですね。全然問題ない。旗の右くらいですか。いや全然先ラフ入ったか入んないの。あこの辺だ、右ラフぐらいですか、うん、いやにしても今日台風、まあ俗に言う台風一過ですかね今日、はい、そうですね、激熱で最近涼しかったもん。そうですね、そうですね。でしかも僕ほら週末基本河口湖いるじゃないですか。あ、富士だからね。そうです、うん、それがいるから、うん、余計もうこっち暑くて仕方ないですね。もうあっち最高気温30度いかないんで。そうだね、はい、28度とかで、暑くても28度とかでゴルフやってるから33度とか超えてくるともうサウナですねプロ目指すって門は狭いじゃないですか。えQT 受かればなんとかなるって話なんですか。 QT 受かればまあまあまあそれが一番理想っすよね。最終の QT 行ってで35位以内入れば、うん、来年の前半戦出れるんで、うん、それは大きいっすよね。そうですね。 QT 受けてないんですか。 QT 受けてます。あ、今年受けてるんですか。今年受けます。で、ファーストも出たんですか。
ファーストは去年取って、去年セカンド落ちした。そう、ファースト取った人は次セカンド行けるんだ。そうです。あ、そういうのあるんだ。プロテストは何位だったら何がいい？プロテストは55位以内で、うん、あの日本の PGA 所属、PGA のプロ会員になれるんで。あ、別に試合に出れるわけでもないってこと？はい。そうなんだ。そうです。男子は PGA と JGTO があるから、うんうん、PGA 持ってても JGTO の試合には出れないとか。 JGTO のプロって何ですか？その QT 取った人だけ、まあ、トーナメントプロみたいな感じ、はい、言い方的にはそんな感じですよね。そうです。だから JGTO はツアーに出るために受けて、うんうん、PGA は資格を取るために。そう。じゃあ QT が重要なんですね、試合に出たかったら。ツアー目指す人には QT の方が大事ですね。狭い。152です。152。どうですか、翔太さんは。翔太さん、まあアグレッシブですね、スイングが。スイング動画上では見たことあるんですけど、うん、間近で見ると全然違いますね。アメリカ仕込み。はい、やっぱアメリカっぽいスイングしますよねアメリカっぽい、はい、体の使い方とか。ここは速いと上からめっちゃ速いんですよ。あ、そうなんですか、うん、ただ今日速くないから、うん、そこまででもない。特にピンが手前だと上つけちゃうと止まんないんですけど。じゃあ手前目の方がいい、うん、まあでも 8.5 なんで今日はそこまで気にしなくていいかな。 QT、うん、だと今切ってるとことバンカーの右奥にこうなってるのね、グリーン。絶対そこにも1回か2回落ちるから。ピッチングです。はい。打ち上げです。打ち上げ。P ですか。計算してピッチングで。はい。ちょっと開けたか。最悪。うん。高校から大学の間に飛距離60ヤードくらい伸ばしたみたいな。あ、それ大学入ってから。入ってからですか。はい、入ってから卒業するまで。何が一番大きかったんですか。やっぱり筋トレして体を大きくしたことですよ。うん、だと思いますね。別にそのスイングとかよりは、はい、変えてないですね。どこの部分、部位が。もう全部です。全部、はい、足も腕も、はい、胸筋も背中も。へえ。じゃあまだ筋トレすれば伸びる要素はあるんですか。あると思いますあると思いますラフエグいですね、伸ばしてますね。お、ナイス。伸ばしてますね。よく上がりますね、あんなんでと。まあでもこう逆目じゃなかったから、この辺だったからまだマシですよね。あっちの奥とか行っちゃうと逆目に歩いていくから逆目になっちゃうから、うん、逆目で長くて下りのアプローチだから大変だけど、うん、まあまだ彼らだったら全然大丈夫な、うん。もう回りましたね。すいません。左奥だと攻めないといけないんで、そうするとちょっと引っかかると思う池だから意外と難しいですね。右手前だと右に逃げ出るけど、92風上げて。ネックス長いの。セネックス長いです。セネックスもアイアンはもう2年半ぐらい。これユータが使ってる。そうです、そうです、同じです。あの田島宗志プロも使ってるし、はいはいはい、中井学プロも一時期ピンから離れた時にちょっと使ってましたね。うん、ちょっとだけ。伸びるな。ちょっと流されてる。超えた？大丈夫だよね、多分頑張ってもいい。大丈夫だ。大丈夫ですね。そういう打ち方。かっこええな。よし。よし。ショータイムゴルフに褒められました。そ
ちょっとたまに伸びるよね。はい。自分もなんかまっすぐさーっていくだけだよね。なんか伸びるっていうか。低く打ったね、今。今低く打ちましたね。はい。風だから。風だから。なんか前までは、普通のキャビディ使ってたんですよ、うん。だからアイアンがちょっと飛んでたんですよ。だけど、操作性がなさすぎて、ちょっと嫌なシチュエーションの時とかに、怖いなと思って、で、この間、ちょっと久々にハーフキャビティに戻そうと思って、行ったら、もう、操作性がいい。僕は操作性という言葉が一番よく分かんないからすごくだからいいんだ。気持ちよくこっちに戻しちゃいましたね。思わず翔太さん、操作性のアイアンというのは僕も教えていただきたい。そうなんですか、はい、ウッド系がすごい苦手で、うん、昔からアイアンが得意だったんですよ、うん、だからパー3のバーディー率が一番高かったんですよ昔から、うん、だからアイアンのが気持ちよく打てないと、うん、すごくもうスコアが繋がらなかった、はい、うん、ドライバー OB からじゃあそれに戻ってきた。戻って、よくなりました。またゴルフが少し。アイアンってどういう風に選ぶんですか。顔バックフェイスのかっこよさですねあんまアイアンではあんま変わらないと思ってます結果は求めてなかった、はい、ラフで構えた感じで僕決めます。ああ、そうなんだ。ウェッジはでもそんな感じじゃないですよね。また別ですよね。ウェッジは開きやすい重心、うん、結構開くんで、うん、新パ